スウィングジャズは1930年代から1940年代初めにかけて大流行した白人が主体となって作られた大人数編成による戦前のジャズのジャンルの一つ。ベニー・グッドマンや黒人の演奏家も積極的に採用した。黒人ブラスバンドやマーチングバンドと呼ばれるものとは音楽的には直接の関係はないとされるが、 ブラスバンドから発展したという説もある大人数のジャズ、ビッグバンドの形態をとっている。人気のビッグバンドとしてはベニー・グッドマン、デューク・エリントン、カウント・ベーシー、グレン・ミラーらのバンドが挙げられる。ジャズの歴史の初期に流星となったスイングジャズはスイングのリズムが特徴の軽快なダンスミュージックだった。ジャズの特徴である即興演奏や個人演奏よりも 念入りな打ち合わせに基づくビッグバンド全体での演奏に重点が置かれた。1929年の世界大恐慌でアメリカの民衆は甘い癒しの音楽を望む傾向にあった。さらにラジオや蓄音機の登場でレコードが普及、一定時間内に終わらせる必要性が出てきた。またライブを見に来た客もレコードと同じ演奏を期待するようになった。そのため、 楽器曲の緻密なアレンジメントが要求され、ミュージックアレンジャーも重要視されるようになった。フレッチャー・ヘンダーソンは初期のスウィングのバンドリーダーとして優れたミュージシャンを輩出した。前時代のリキシーランドジャズやニューオーリオンズジャズよりも人数的に大編成であり、リキシーに比べ楽譜にコントロールされたダンス向けアレンジメントが必要となった。その結果、ライブでも レコードと同じ演奏、甘く軽快でダンサブルな楽曲、大人数の演奏者の調和などにその特色が見られる。ベニー・グッドマンは、シング・シング・シング他の楽曲で、スイングの世界で成功した。ホットなスイングでのグッドマンの大成功は、終戦まで続くスイングのダンスオーケストラの間で、新しいスタイルの模倣者と愛好者を生み出した。 音楽理論的側面としては、スウィングジャズの時代に、大編成のバンドが一般的となり、火星的にも幾分洗練されてきたことが挙げられる。スウィングジャズ時代の初頭は、火星の本質においては、ニューオーリンズジャズや、ディキシーランドジャズと大差はないが、四世を主体とした、セクショナルハーモニーが開拓された。戦後にビッグバンドのリーダーたちはバンドを解散し、ジャンプブルースやビバップ、 R&B ブルースの時代へと変化していった。ありがとうございます。